どうも、キスケです。ということで、本日は3周年で追加されたベジットブルーを使っていこうと思います。はい。ステータスはこんな感じ。まあ、3凸なんでって感じかな。うん、射撃タイプですね。はい。こんな感じ。まあ、能力に関しては、前回の動画で紹介したので、気になる方はそちらの方、詳しく見てください。はい。だから、サクッといきます。必殺技は特大ダメージ。で敵が発動する、火ダメカットの効果をマイナスと。で特殊アーツなんですよね、こいつの強さって。めちゃくちゃ強いと思ってて、まず射撃アーマーなんですよね。で気力50回復、発動するだけでね。でドロ速1段階アップ。でこれ交代禁止5カウント、これやばいよね。うん、何がやばいかっていうと、特殊アーツ雑に打って相手に避けさせて交代禁止なんで、そのままライジングっていうこともできたり、まあ当たったとしても速攻射撃圧打って相手にバニシング奪わして即ライジングみたいな、そういう動きができるっていうね、やばいよね。うん。で究極圧が特大ダメージの、バニシングゲージが 100% 回復、これ強い。発動するだけで、で気力50回復、ドロ速1段階アップで射撃アーマーという感じだね。メインが究極アーツドローして体力 25% 回復、気力50回復で究極の余ダメージ 50% アップって感じだね。強いなでユニークアビリティ、場に出ると余ダメージ 60% アップ、火ダメージ 40% カット、消極が、射撃コスト10ダウンですね。はい。で控えに戻ると合体戦士神の木未来の余ダメージと気力回復速度がアップすると。で場に出ると、手札が3枚以下の場合アーツドロー、射撃余ダメージ 70% アップ、次に発動する、これやばいよなってな感じかな。うん。バトル開始から25カウント経過後余ダメージアップということで、まあ、火力も取れるし交代禁止で翻弄もできるし、わりかし厄介なキャラクターになってると思います。ということで合体戦士パーティーで使っていこうと思います。まあ、合体戦士パーティーって紫いなかったんですよ。でピンポイントでこういうキャラクターが来てくれたっていうのはありがたいんじゃないかなと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。お、ドラゴンボール編パーティーやね。面白い。対戦お願いします。いやこれ青色出てこないでしょ多分多分出てこないよな。うーん、ゴジブルー、いやベジットブルーでいくか。はい、お願いします。いやまあベジットブルーの強さはね、特殊アーツも強いねんけど、まあ、その他も絶対強いからちょっと楽しみやね。お願いします。マジで特殊アーツぶっ壊れてると思うわ。はい、この 70% アップの交代禁止強くねそれ。はい、ドン、通常でもう一杯。はい、ナイス。あー遅れた、最悪やっちったよポコポコポコ。いやこれ特殊ライジング決めれれば不死身のキントン悟空以外に当てれそうやねんけどな。オッケー、このまま殴っちゃおう。いい、ドラゴンボールナイス。特殊でバフ消しして、こういう感じでいいかな。 OK 止めといて、下がってな。よし、あれ、うわーなんだそれなんだそれ、マジか、落ちるこれ。今のなんか若干潰せた感あったけど、必殺と究極じゃないと厳しいか。いや3凸だから耐えろ。
あーナイス、ありがてー。メインで見よう。はい、ナイス。結局あ、そのまま食らうねや。ありゃー、圧倒的火力、通常で抑えて。はい、いやー、そのさ、中距離打撃すごいね君なぜ、なぜしや、俺には理解できない。まあでも一体落とせるやったから大丈夫かな。はい、火力高いね。おいマジか、暴発してんのか。残念。なんか立ち回りがよくわかんねえマジで立ち回りがマジでよくわからん。さあライジング溜まった、このまま削っちゃうか。ゴジータ帰ってくるっしょ。あーでもアーツ、オッケー、ぽい。ライジングやば申し訳ない。いやー気絶引いたか、もったいないことしたなこれ。ナイス、このミネルバーかっこよすぎひん、マジでえぐい。江口さあラスト、はい、あざした。はい、マッチングしました。劇場版パーティー対戦やっていきましょう。何色出してくんだこれ。紫出てこなさそうやけど、まあまあまあ、こういう感じでいきましょう。お願いします。なんか阪神崩壊ザマスリミテッドのこの相手のブロリーみたいな性能してるねみたいなコメントあったんやけど、まあ、確かにそんな感じよね。バニシング回復エグすぎるし、かかってこいや、うまい。火力高えなベジットブルーが柔らかいのか、それとも火力がやべえ。突っ込むか、はい、ナイス。このまま詰めよう。はい、そこで出てくんのか、やるね。ちょ、相手の体力が見えない。必殺圧はなし。うわーマジか、ゴリ攻めやな嫌いじゃないやっぱ攻めてくるタイプの方が戦ってて面白いよね。打撃圧多いな。手札全部吐き、辛いねこれ、相当辛い。チリにはなりたくない。まさかベジットブルー来るとは思わんかったなマジで。はい、うわー何やってんのマジで回避入らんかったわ。ナイス、特殊圧、ほら、あーマジか、どうしようかなこれ。おいしい。いやー、なんで射撃でいったんだ今、ちょっと良くなかったぞ今。まあなんとかなったね。
出てくんなよ。ナイス。さあこれは美味しいね、だいぶ。入るんか。おらーきー死んじゃう。うわ、最速は予想してないわ。オッケー、ライジング打撃圧でいこうか。いや、あのタイミングね、もうちょい慎重にいけばその交代禁止ライジングみたいな形で決まったんやけど、俺が下手俺下手くそやから無理やったわ。うん、いやー、ライジングあるんだよな、相手大変よな、これ。耐えろ、絶対無理やけど100無理やった。はい、ナイス。こんな柔らかいのか。あ、出した。ギリギリやったね。はい、マッチングしました。未来パーティー対戦やっていきます。あー、崩壊ザマスいるわ崩壊ザマスいるわ。いますね、彼が。こういう形でいきましょうか。じゃあお願いします。ベジットブルーマジで強いな、マジで強いぞこれ。なるほど、緑出してこへんねや。お願いします。止めといて、後ろに下がれないぞ。 OK、 はい、ナイス。特殊、いや、まあ打撃で突っ込もうか。 OKOK、 これはまあ大丈夫裏返るんだよな、声がいい声してるわ。その程度か。あーん、入る。はい、ナイス。オッケーオッケー、これはドロ速アップでゴジータで殴っていこう。ナイス、皮外しちゃうか。これでまあもうどこにライジング打っても安心ですね。負けられないんだ。はい、ナイス。出てくんな。よし、出てくんな。よしライジング必殺技いこう。合体戦士ベジットブルーの方おかげでマジで結構強くなったんじゃない。で、緑枠ゴジータ4入るんで受け役としても大丈夫やし、だいぶ強くなったと思うな。あ、回避しない、うん、落ちちゃったナイス。どうなっても知らんぜ。行くんかなこれ。どうだ、行く、落とし切っていく。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は新しく追加されたベジットブルー使ってみたんですが、いかがだったでしょうか。まあ強いね、うんその、まあ、合体戦士に採用すると、その合体戦士って打撃タイプ多いから、まあ射撃タイプどうなのかなとは思うっちゃ思うけど、やっぱね、特殊圧の交代禁止とか、まあしっかり救急カーズも持ってるんで、
合体戦士パーティーのなかった色、紫としてだいぶ活躍するんじゃないかなって個人的には思いますね。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。